はい、まあ、雨の予報は立っているので今日は屋内からお送りしておるんですが、一つ目はね、ちょっとお笑いネタというかこう呆れるというか、30年遅えよ、30年で聞かねえかなっていうネタをちょっと出したいなと思います。まあ珍しく北朝鮮ネタです。北朝鮮ネタというか中国ネタでもあるのかな。最近こう日本の軍備がとかって言ってくる記事が結構散見されるんだけど、その中で、まあ、ノースコリアっていうニュースノースコリアっていうのがあるんだけどさ、その中にね、書いてあるわけだ。まあ中央通信はって話が出て、護衛艦が先日浸水しましたね。はい、まあ名前は後で出てくるんですがいいんですが、浸水式で能代と名前が付けられましたってところまではいいじゃん。なのでただ紹介してるだけだからね。それがね、論評として、看過できないのは護衛艦の名を名称を第二次世界大戦の時期の悪名高き驚かした旧日本海軍の軽巡洋艦としたとこであるとかっつってんだけどさ、バカじゃないのって思うよね。今更何言ってんだよ、うん、本当に今更何言ってんだよこれ、うん、まあご存知の方は多いと思いますけど、護衛艦の艦名をずらって並べればほとんど日本海軍の名前やで。それはだって艦名引き継いでんだもん、うん、唯一ね、ほとんど艦名が旧日本海軍が取られてないのは潜水艦だけ。潜水艦がなぜかっていうと、二次大戦中の日本の潜水艦は E で数字が以後な丸々潜水艦だったんだよ。カタカナの E があって数字があって、で潜水艦だったから、だから要は固有名称がある潜水艦っていうのは基本的にいなかったんだよね。まあ、ゲームの中ではその数字をもじった名前で呼ばれてるけど、基本的にはね、例えばこうなんだ、空母魚雷で落とした E168 とかさ、セーランっていう、こう爆撃機を積んでアメリカ本土に爆撃したこう E401 とかさ、そういうのがいるんだけどね。それはいいんだけど、だから、なんだけど、それを置いてもね、それでも、やっぱりこうネームシップに来るのは日本海軍の船の名前が来るんだよね。だからつい先日就役した大芸だって、あれは元潜水母艦であってるかなの、名前、大芸、後の劉邦ですね、の名前が取られてるし、その前は蒼龍型でしょ。蒼龍っていうもう名護機動艦隊の空母の一隻だよ。もうまさにじゃん。まさにだよね。で、能代って名前あって、一番艦じゃないんだよ。その前がさ、最上と熊野なんだからさ、お前どっちも日本海軍の名前だろって、言うのが遅えよって。ね。で、さらにさ、これが、反撃作戦ののろしだとか言ってんだけどさ、ね。能代に揚陸能力ないから。揚陸できないから作戦。兵士を連れてって、海兵隊とか連れてって、こう、朝鮮半島に特攻とかできないから、別に。やるんだったら、伊勢とかね、ヒューガとかそっちだよ。うん。DDH の方だよ。あっちだったら、一応それ用の船じゃないならそうなんだけど、でも中には格納庫があるから、それにね、ホバークラフトも積めるから、揚陸しようと思えばできる。思えばね、やらないとは思うけど、思えばできるよ。うん。だから、突っ込むんだったら、ヒューガとか伊勢とかがついた時に、昔の戦艦の名前をもじって空母を作っているの日本はって言うんだったら、わかる。おっせんだよ、だから。なんで今更んなこと言ってんだよって。うん。だからね、歴代のネームシップの名前並べたらね、全部日本海軍の名前だよ。例えば日本初のさ、イージス護衛艦って金剛って言うんだけど、あれだって戦艦の名前だからね。うん。で、DDH の最後の加賀だってさ、あれも長も軌道艦で加賀じゃん。もうバカじゃないので、ね、本当に。うん。もう文字ってさ、例えばその前の出雲っているじゃない。出雲ってあれはさ、逆に言うと、後の費用っていう軽空母の名前なんだよ。元の客船の出雲丸から取って、後の費用だったりするんだよね。そこまでもじって、でも、護衛艦の名前を日本海から持ってこようとするさ、その遊び心がむしろ怪人にあって、私は素晴らしいなと思うぐらいなんだけど、
いや、もう命名規則を読めと、バカじゃないのかって話だよね。いや、それにそもそもだよ。そもそもなんだけど、例えばね、さっきのモガミとかクマノとかノシロにしたってさ、その、もう、これを聞いてさ、あ、私の地元だっていう人が絶対出てくるんだよ。当然の理由で、日本海軍の、船の命名基準。駆逐艦は違うかな？駆逐艦は違うけど、軽巡以上は、軽巡から従順までか。は、全部地名なんだよね。まあ、もじってる地名が違う、川だったり山だったりするんだけど、まあ、戦艦もね、戦艦も国だから地名っちゃ地名なんだけどね、空母だけが違うか。空母は空を飛ぶものっていうだけだから、例えば戦艦ヤマトってあるじゃん。ヤマトの国って意味なんだよ。ヤマト国って意味なんだよ。ヤマトって日本全体って意味じゃないよ。ヤマトって国が昔あったからだよ。だから武蔵もそうなんだよ。武蔵もあれ武蔵国っていうのが昔あったからしあってさ、唯一違うのはね、山城かな？山城と扶桑。あ、山城って扶桑か。扶桑はあれは日本って意味だよね、完全にね。なんだ、ストライクウィッチーズっていうアニメがあるんだけど、まあ、漫画も、なんだに、あるんだけど、あれの、日本をもじった国の名前を扶桑って言うんだ。あれをなんでかって言ったら、日本のことを扶桑って言ったから、扶桑っていう名前を付けたわけだよ。ね？もうだからもう、それだ、もうね、そこからして、で、まあ確かに扶桑っていう護衛艦はいないけど、ね、そういう基準で作られてるんだから、元を辿っていけばさ、今の日本の地名が軍国主義かってなっちゃうじゃん。あ、バカじゃないのってさ。な、野城に住んでる人たちが軍国主義なのかって話になっちゃうじゃん。バカじゃないのって。大体だね。大体ですよ。海軍が戦ったのは、どっちかっていうとね、アリューシャン列島の方とか、太平洋 の方であって、ね、どうもまかり間違ったら、いや、日露戦争の時は言ったよ。だけど、どうもまかり間違えたら、日本海組んだりでわざわざやるんだよ。日本海軍の日水戦がわざわざ。やらねえよって。なんで艦隊型の軽巡が行くんだって。本当にバカらしいと思うよ。いや、だから、別に知らなくてもいいから、ちょっと調べてから物を言えと。能代地方っていうのが日本にあるんだって分かったらそれ発言する意味ないだろだし、そもそも朝鮮半島周辺に能代行ったことあるかっつーの。頭使えとマジで。本気でね、バカじゃないのかって思うよね。だって活躍したのはさ、追い詰められてからじゃねえしさ。むしろさ、どっちかというと日本勝ってる時に活躍したから名も悪名を届かせてるわけだよ。序盤の方でね、活躍できたから、二水戦とかはね、花の二水戦なわけだよ。悪名高き二水戦なわけだよ、向こうからすれば。ね。とりあえずね、将軍様のお膝元にはね、自国、ハングルで読めないのわかるけど、いや、英語の資料もいっぱいあるんだから、英語の資料でもいいから、読んどき？読んだ、英語ウィキにもちゃんと書いてあるからさ、それを読んだ上で発言しないと、バカを見るよ。で、それを、バカ正直に翻訳した日本の、ヌスノスクロリオは、もうバカにされるわけだよ。こういう、にわかミリオだから、私のように、劣化のことバカじゃないのって言われるわけだよ。それを分かって、発言しようね。はい、ノシロ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。